では先ほどおろしたイワシでイワシのお刺身を作っていこうと思います。こちらですね、ちょっと松葉は時間がかかるのでこちら先に切っておきました。これは写真を撮ったのでクックパッドに投稿しようかなと思っています。はい、では始めます。今日どうしようかな、いつも気分なんですけど、こんな感じで大根妻はちょっと後ろの方をこう背を高くしてあげると綺麗に盛れると思います。で、大葉を乗せて、ちょっと最初に乗せちゃいますかね。切り方は本当皆さんいろいろあると思うんですけど、じゃあ定番な感じからいきますかね。ここまた見えない、この辺ですか。はい、包丁を大きく動かしてちょっと最後立てます。そうするとこんな感じで切り口が綺麗になるので、見えるかな、こんな感じ。ちょっと見えない。ちょっと動画も練習します。今動画とか SNS とか練習中です。はい、こんな感じどうでしょう。じゃあちょっとさささっとまずこれ切っていきますね。そう、お魚触ってるとほんと楽しいんで皆さんもぜひやってみてください。できるだけ皆さんに分かりやすい感じで、おお、写真とか動画とか撮れればいいなと思ってるんですけど、プロの方には、みたいなものも結構あると思うんですけど、何かいい方法とかがあったら教えてほしいです。はい、では行きます。次どうしようかな。じゃあよくある。定番の、ここは？ここ辺か。定番の平切りも行きましょうかね。さっきのそぎ切りですね。こんな、カメラの位置が悪かったのかな。よし。なんか皆さんの動画とかいろいろ見ると本当にお勉強になります。よし、どうでしょう、映ってんのかな。よし、一応出来上がり写真は、松葉の切り方をクックパッドに投稿するときに画像で画面でか行こうと思います。出来上がりは、よかったらクックパッドに遊びに来てください。じゃあ、ちょっと書いて。よし。じゃあ、これも同じく。鱗取ったんですけど、ちょっと残ってました。ここかな？よいしょ。ちょっと、今度は少し太めに切ってみました。こんな感じで、じゃあ次は早いんでそぎ切りにしちゃいますね。じゃあ逆から切った場合やってみますか。逆から切るとこんな感じなんですけどね、どちらが好きでしょうか。映ってる？映ってない、またここ、はい、私もいろいろ教えていただいたんですけど、包丁をやっぱり大きく動かすと綺麗に切れると思います。こんな感じですかね。もう一本同じいきましょうか。こうだったね。ちょっとねこれ失敗してる。反対だっけ、まあいいや。逆だ、こっちからいっちゃいましたね。まあ混ざっててもいいんじゃないかな。じゃあ最後どっちでいこうかな。こっちかな。ここ映ってるかな。カメラの位置反対ですね。今度は反対側から撮ってみます。そういえばこの前も友達がカメラの位置反対とか言ってましたね。友達もよく手伝ってくれます。
最後はやっぱりお魚さんの命は大事にいただきたいので、ここの切れ端ですね。